ブランコ・ド・ブケリッチブランコ・ド・ブケリッチは、クロアチア出身のユーゴスラビア人のスパイで、ゾルゲ諜報団の一人。ブランコ・ブケリッチとも表記される。日本名として、ブケリイチ。日本では、ユーゴスラビア史ポリティカや、フランスワバス通信社のジャーナリストとして活動したが、ゾルゲ事件で検挙された。逮捕後、無期懲役の判決を受けて、 アバシリ刑務所に服役したが、健康を悪化させて獄死した。1904年、当時はオーストリア・ハンガリー帝国領内だったオシエクで生まれる。父はオーストリア・ハンガリー帝国陸軍の将校で、母はオシエクに住むハンガリー系ユダヤ人資産家の娘であった。その後、父の移動に伴って帝国内を転々とした後、1918年に、 ザグレブに落ち着く。父は新たに発足したユーゴスラビア王国の将校となった。父は軍人である一方、ある程度小説家としても名を知られており、同じく軍人ながら、詩人としても名のあった祖父、さらにやはり小説を執筆したことのある母と共に、文才に長けた家系であった。父方は、クライナ人の系譜に属し、祖父は、 セルビア正教会教徒であったが常に熱狂的なクロアチア人と感じていたというハプスブルク帝国では正教徒が差別の対象とされたこともあり父はプロテスタントに改修しているこのように地域性から来る複雑な民族と複数の言語が交錯する環境でブーケリッチは育ったこのゆえかブーケリッチは語学に堪能で 母語のクロアチア語の他七つの言語を使いこなし、スペイン語やロシア語も理解できたという。1923年にザグレブのギムナジウムを卒業。在学中から社会主義への関心を抱いた。同年、ザグレブの美術アカデミーに入学。ここでは、共産主義学生部会のメンバーとして、主に出版、言論活動に携わった。翌年、 チェコスロバキアのブルの高科大学建築科に留学。この留学には、ーゴの共産主義者が、プラハの拠点から、党の資料や文章をユーゴに持ち込むルートを作るという、目的があったという。1926年には中退して、ザグレブに戻った。しかし、当時ユーゴ国内では、社会主義運動は弾圧されており、ブーケリッチは、フランスへの留学を家族に提案する。 父の浮気に悩んでいた母がこれに同意し、母及び三人のテーマイトをフランスに移り住んだ。ブーケリッチは、パリ大学法学部に入学する。ここでもブーケリッチは、ユーゴ出身の他の仲間と、左翼運動に関わった。在学中、夏のバカンスに出かけた先で、デンマーク人女性のエディット・オルソンと交際を持った。エディットは、ブーケリッチよりも年上で、 結婚を前提とした交際ではなく、そのまま別れたが、数ヶ月後に妊娠したので法的に父親になって、欲しいと連絡を受ける。エディットは、もしも別に結婚したい女性が現れれば、離婚に応じるという条件もつけ、1930年に結婚を届け出た。ポールと名付けられた男児とエディットはデンマークで、暮らしていたが、後にパリで同居する。しかし、 上記の経緯もありこの結婚は不幸なものであったという。1929年にパリ大学を卒業、電気会社の社長秘書として働いた後、1931年に帰国して兵役に着くも4ヶ月で除隊となった。退役後再びパリに戻り、かつての社会主義運動の仲間と交友を持つ。不景気のため元の職場には戻れず失業状態だった。 1932年、ヤンベル人の部下だった、ユーゴスラビア人のイヴァンクラーリラから、就職の世話をするという口実でコミンテルンとの接触を圧戦される。コミンテルンに提出したレポートが評価されて、協力を求められた。ブーケリッチは、当時のソ連の一国社会主義やコミンテルンの知的貧困に批判的で、これを断っていた。 しかし、今ソ連に協力して平和を維持すれば、ソ連が社会主義から共産主義に移る革命の機会を与えられる。知的貧困を克服するにはむしろブーケリッチのような人材が必要だとクラーリから説得された。その後組織の上級者に引き合わされ、情報収集の任務としてルーマニアか日本への派遣を示された。クラーリの次に引き合わされたのは、 オルガという女性で彼女の面会を何度か受けた後、さらに別の上級者と引き合わされたという。ブーケリッチは日本を選び期間は2年とされた。単身の外国人では怪しまれるという理由で妻のエディットを同行させることになる。当時日本ではデンマーク体操が流行していたため、エディットには体操教師の免状を取らせた。息子ポールは デンマークのエディットの母に預けた。ジャーナリストとして都日することになったため、ブーケリッチは、フランスの写真雑誌、ビューに写真を送って採用されたのを機に、日本特集号を出すことを提案し、自ら特派員となった。また、ユーゴスラビアの日刊誌、ポリティカからも、知人を介して特派員賞を手に入れた。この経緯については、詳細がはっきりしていない。 息子の山崎洋は、ユーゴで刊行された、ポリティカの歴史を記した書籍にある、社主の独断と推測されるという記述が、おそらく一番真実に近いのではないかと記している。1932年の年末に、マルセイユを出発し、1933年2月11日に、横浜に到着した。到着直後は、工事町の東京万平ホテルに、 滞在の後、組織の指示したアパートに移る。支給された旅費は、古い旅行ガイドに基づいていたため、間もなく欠望し、エディットは体操教師、ブーケリッチはフランス語の個人教授の職でここをしのぎながら、連絡を待った。特派員としての仕事も、はじめ、1933年4月7日のポリティカに、最初の記事が掲載されている。 9月に来日したリハルト・ゾルゲから連絡を受け、諜報活動を開始した。11月に、ゾルゲの指示で、牛込区市ヶ谷佐内町の一軒家に転居した。年末には、ゾルゲと共に、宮城・与徳と上野の東京府美術館で接触する。ブルケリッチの主な諜報活動は、記者としての情報収集と、その分析、資料の写真撮影、現像、複写、 さらに無線技術メンバーによる無線発信の援助であった。資料写真はマイクロフィルムに焼き、主にゾルゲを通してソ連側のクーリエに手渡された。通信伝文でのブーケリッチのコードネームはジゴロであったが、後に他のメンバー同様、インで始まるインクルードに変更された。ポリティカには1940年までの間に、 確認されているだけで56本の署名記事を送った。それらは日本の政治、軍事、外交にとどまらず、日本の風俗や世相なども伝えるものであった。山崎洋は一般に対象に対する人間的なぬくもりが感じられ、アジア的なものへの皮肉や悪意は見られない、論文調の固い文体が多いが、記述は中立的である。個人的には、 イデオロギー的に相入れないはずの当時の日本の政府や軍部の見解にも大きなスペースが割かれていると表し、その背景にブーケリッチのジャーナリズムのあり方に対する心情があったのではないかと記している。1935年5月、フランスのアバス通信社支局長の勧誘に応じ、同社の特派員としても働くようになる。以後はアバス通信社での仕事が中心となった。 その直前の4月、水道橋の宝生農学堂で農を感激した際に、当時津田英学塾の学生だった山崎敏子と知り合う。敏子は、駒込の商家の娘で、父親と農学堂を訪れ、隣席の武家立地に声をかけられたのをきっかけに、交際を始め、同年7月に、敏子が、第2回日米学生会議出席のため渡米する。 際に結婚を申し込まれた。卒業後、三井物産の輸入家に勤める傍ら、二人の交際は5年にわたって続いた。この間1939年頃に自らが共産主義者であることを都市子に告げ、それでもついてくるかと問うた。都市子はブーケリッチに従うことを誓い、1940年1月に二人は結婚した。エディットは、 当初の約束通り身を引いて離婚した。後の警察での尋問調書によると、エディットは1938年7月に長野県に移る形で別居し、9月にはブーケリッチがメグロに家を借りて、エディットと日本に来たポールを住まわせている。ゾルゲによると、メグロのエディットの家は、クラウゼンによる無線発信地の一つとして提供された。との結婚にゾルゲは、 当初反対し、ブーケリッチはゾルゲには知らせずに結婚した。その事実を知った時にゾルゲは、本部の指示を待つようにと話し、最終的には、モスクワが承諾したことで受け入れた。1938年に、アバス通信社の支局長として、ロベール・ギランが着任し、机を並べた。記者としてのブーケリッチについてギランは、特に重要な情報は、 ブケリッチ経由で入手していた。長い在日体験に加えて、ニュースをキャッチする鋭い感の持ち主だった。彼は、集中力に優れていて、一度重要なテーマを捉えると、徹底的に追求した。何かニュースがあると、生のニュースだけではなく、テーマについての正しい認識に基づく、背景説明、いわゆるバックグラウンドを説明してくれたので、彼の情報について、 より正確な判断を下すことができたと戦後に記している。ギランはまた、ブーケリッチは、協力者にとどまらず本当の意味での友となり、共に過ごしたその時代を、楽しい思い出に満ちていると回想した。1939年に、ノモンハン事件が起きると、ブーケリッチは、外国通信社から一名ずつ選ばれる代表として、陸軍情報部の招待による、 戦線視察に赴いた。ブーケリッチは、検閲を出し抜いて、陸軍の発表と実際の戦火の矛盾を示唆する、伝報をギランに送る一方、帰国後に、読売新聞から取材を受けた時には、いかにも、陸軍発表に近いような内容を語っている。このノモンハン事件の視察では、ゾルゲのための情報収集も行われた。また、同年8月には、 独祖不可侵条約締結交渉のニュースをフランスの本社に打電し、これを本社が発表してスクープとなり表彰を受けている。アバス通信社は日本の同盟通信社と同じビルに入居しており、そこにブーケリッチは自由に出入りし、日本の記者から様々な情報やそれに関する反応を探った。ゾルゲは 極中式でブーケリッチの情報の出所で最も重要だったのは同盟通信であるとし、原則として重要な情報は得られなかったが、私のグループが他の筋から得た大量の情報に対する補足の意味で大切であり、また興味もあったと記している。1941年3月、都市子との間に息子のようが誕生。その直後の4月に、 ナチスドイツがユーゴスラビアに侵攻すると、トシコに、故国に帰って、パルチザン戦を戦いたいと興奮して話したという。5月、諜報団は、ドイツのソ連侵攻を察知して、モスクワに報告していたが、ヨシフ・スターリンはそれに耳を傾けなかったため、ブーケリッチは、アメリカの新聞に報道をさせることで信憑性をアピールしようと考える。ブーケリッチは親しかった。 アメリカのニューヨークヘラルドトリビューン誌の特派員、ジョセフ・ニューマンにこの情報を伝え、ニューマンの手でこの内容は、東京は予測ヒトラー対路行動へという見出しで5月31日付の、同紙に掲載された。しかし、記事は21面の一段という扱いで、ブーケリッチが狙った効果を上げることはできなかった。10月18日、ゾルゲア、 クラウゼンら他の諜報団メンバーと共に逮捕された。ギランは、ブーケリッチが、かつて社会主義運動に関わった経歴を知っており、またニューマンもハンナチスという立場を理解していたが、共産主義者として、諜報活動を行っていたことには二人とも全く気づかなかった。しかし、ギランは、戦後に、その事実に疑う余地がないと知っても、ブーケリッチへの気持ちは変わらなかった。 ブケリッチへの友情に加えて、その時私は、彼が身をもって、証を立てた勇気に、三端の念を覚えたのだった。たとえ、ブケリッチのコミュニストとしての心情は、絶対に受け入れられないとしてもだと記した。また、ゾルゲやブーケリッチの活動についても、ヒトラーの独裁に行し、自由のために戦った。私は、共産主義を嫌悪をするが、 共産主義者のゾルゲが自由の擁護者であった時もあるのは認めなければならない。彼らがスパイであり共産主義者であったことで彼らの勇気と犠牲に対して私の抱いている惨憺の念が陰ったことは全くなかったと評価している。戦後、ニューマンへのインタビューを行った伊藤サブロもニューマンがギランド洋ブケリッチを大変な交換だったと評しその人生を スターリンソ連共産党のスパイというよりも、ハンナチス、国際平和運動の党首だったと評価している点では、ギランと一致していると記している。逮捕後、11月20日まで事件についての取り調べを受けた。その後、未決集として、菅野高知署に収監される。12月下旬から家族との通信を許可される。ブーケリッチは日本語の会話には堪能であったが、 書くことには慣れておらず、当初の手紙は英語であった。しかし、検閲の際の手続きを早くするため、間もなく、日本語に切り替える。独学で日本語の筆記を覚え、最初は、カタカナ書きだった手紙は後には、漢字かな混じりとなり、和歌を読んだりするほどになった。手紙の中で、ブーケリッチは1945から46年頃には、 戦争が終結するという見込みを何度か記していた。1944年4月、無期懲役の判決が大死人で確定。同年7月下旬頃、アバシリ刑務所へ移送された。長い週間生活ですでにブーケリッチの体力は落ちていたが、刑の確定後は、慢性消化不良に罹患して、急速に衰えた。1945年1月13日、 急性肺炎で獄死した。遺体は死去の方を受けて単身東京から駆けつけた、敏子と対面した後、現地で滑走された。遺骨は敏子が東京に持ち帰り、当時住んでいた、大田の実家に置かれたが、敏子の母から、いつまでも、お骨を家に置いておくのは良くないと言われたため、世田谷区大使堂にあった、宣教士官に仮安置された。 しかし、5月25日の空襲で宣教士官は、全焼。トシコは焼け跡を探したが遺骨は発見できなかった。出身地のザグレブにある両親の母妃に、名前が刻まれている。トシコは、GHQ などに勤めた後、中日チェコスロバキア大使館の広報として働いた。トシコは1981年12月に、静岡県の富士霊園に、ブーケリッチと、 自らの墓所を混流した。これは、夫と共に、富士山をずっと見ていたいという彼女の意思に基づくものだった。2006年に、トシコが亡くなると、ブーケリッチが結婚前に送った92通の手紙と共に、彼女の遺骨が収められた。1965年1月19日、クラウゼン夫妻と共に功績が認められ、ソビエト連邦の 大祖国戦争第一級勲章を授与された。勲章授与式は同年1月29日にクレムリンで行われ、最高会議幹部会議長のアナスタスミコヤンから遺族である山崎敏子と山崎洋に勲章が渡された。ありがとうございます。